じゃあ矢野はパンで。どうも東京挫折組でーす。お願いします。今日の企画は体に優しいお薬フォンデュー。最近フォンデュしてます？してない。フォンデュ俺はしてない。フォンデュそこでね、今日はこの3人でフォンデュを作ろうと思うんだけども、うん、問題は何フォンデュなのかっていうね。チーズじゃない？いやー、チーズとかチョコとかね、いろいろあるけど、そんなのを作ったってやっぱり楽しくない。楽しいだろ。いや、楽しくないですよ。そこでね、ちょっと今回用意したのがこれ、お薬三重詩ね。お薬三重詩だね、これは。もうどれかだもんね。そう、どれかじゃん。龍角散、葛根湯、せいろがんとね、この3種類のお薬でフォンデューしたら楽しくない？どう？チーズがいいよ。いやこれもうそれぞれね、様々な効力をこれ兼ねてるから、これもう3ついっぺんに溶かして体に優しい最強のフォンデューが今日完成するということなんですよ。どうですか？これもうやるしかない。やるしかないよ。気合入ったでしょ。気合入った。回ってんだもん、もう。そう。逃げれないからね。回したら君のもの。それでは早速やってみよう。それでは早速ね、フォンデューを作っていきたいと思うんですけども、あら、田中先生も映りましたか？瀬戸さんの症状が。風の症状。タイプはね、これ粉タイプ2つと、せいろがんは粉担当で。瀬戸さん、髪伸びましたよね、結構ね。髪伸びたらね、伸びんの早くない？エッチな人は伸びんの早いとか言いますよね。そう、エッチなんです。あら、ま、まず龍角散ですか。まず粉炭の瀬戸さんが、瀬戸に引っ張られるからね、どれぐらい入れるかとか。ああ、まあね、これは多分全部入れちゃっていいかな。もうこれ結構、もうこれですでに量あります。あ、ちょっとチャイムが鳴っちゃいましたので、ちょっと待ってね、ちょっと5時のチャイム待ちがありますので。クソみたいな一日だったなんでチャイム待ちって。続いてじゃあもう一粉いっちゃいますか。うん、まあ龍角散ベースじゃない。これは12個入ってんだ。まあでも5ぐらいかな。うん、調整始めたじゃん。薬フォンデューの調整始めました。これは苦いやつだ。葛根湯3かな。3。そしてせいろがん。せいろがん、これね、やっぱ匂いもすごいんですよ、せいろがん。これをだから何錠入れるかね。うわ、すっげえ匂いだな、これ。これウサギ飼っててさ、田中家で、うん、ウサギのうんこと、もうやめてください、その先は。めちゃめちゃ似てますけど、ミッシェルのうんこと。ミッシェルぐらいかな。脱走グゼがある。で、これで一回ちょっと火にかけてみますか。軽くちょっと溶かしつつ、これやっぱ水は絶対必要になりますね、多分。ちょっと焦げちゃいますか、これ。あのね、龍角散がね、早いわ、これ。あ、すごい匂い。で、これちょっと水、もう早速入れましょう。はいはいはい。あ、すごい、沖縄の海みたいな色になりました。綺麗ですよ。いいとこ行ってんのね。あ、これでもやっぱり水を入れて、これせいろがんをどうするかの問題ですね。確かに。あ、これでも思ったよりうまくいってますよ。イメージ通り。イメージ通り。これどうイメージしてた。せいろがんがもう形なくなったかもしれない。せいろがなくなった。だから、こんなもんでいいのかな。じゃあ下にまだ いたね。いるめっちゃいるじゃん。めっちゃいる。いたせいろがが溶ければ溶けるほど色がね、あの龍角散のあのスカイブルーを怪我してて。どうですか、こんな一日もありじゃないですか、田中先生。不思議なもんだね、本当に。いや、なんかね、最近ね、田中先生もうちょっと元気がないですよ。いや、元気はなくはないんだけどね。もう冷めた、人生に。これ大変なことになってますけど、大丈夫なんでしょうか、これ。フォンデュ感はでも、あ、でもあるね、あるね。うわー、せいろがん潰したらすんげー匂いが。なんか鼻もね、危ないですから、これ。そうはい、いや、出来上がりじゃない。こちらが薬膳フォンデュとなりますと。ここにやっぱフォンデュといえばフランスパン。そしてお野菜も用意してるんで、ちょっとお野菜も温めて、ちょっと早速フォンデュしていきましょう。じゃあ、はい、それではね、もろもろのフォンデュの準備ができまして、正式に完成したフォンデュがこちらになります。
セイロガンの沼やん。あれどこ行っちゃったんですか全部。ガッチガチよ。まあまあでもね、ちょっと野菜とパンは用意してるんで、ここにつけて。これでもね、もう一回火つけた方がフォンデュ感は強く。あ、なるほど。これさすがにね。つけますね。いやびっくりですねこれ。あ、でもなんかうわうわうわ。ぷくってきたなんか。ああ、ピクっぽいじゃん。うわ浅っ。もうこれね、スピード勝負かもしれない。これ焦げちゃうから。あ、早く誰か。だからもうお二人のどっちからか、僕カメラ回しちゃってるんで、じゃあ。早く俺行く。あ、田中先生からじゃあ、はい、俺といえばブロッコリー。あ、田中先生ブロッコリー、はい、時間ない時間ない。わ、たくさんつけて。いただきます。はい、たくさんつけて、はい。たくさんつけて、やばい、瀬戸さんも時間ない、早くつけ。カリフラワー、カリフラワー、カリフラワー、はいはい、カリフラワーつけて、はい。いや、ちょっと早い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 、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待って待って待って、やばい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 、なんかうわ全部剥ぎ出してる、ちょっと待って。僕もちょっとパンやんないといけない。田中さん泣いてらっしゃるじゃないですか、もう頭痛い。はい、じゃあ矢野はパンで。はい、矢野、うわー、いただきます。飲み込んで。すごいスピード感でしたけど、ちょっと整理がつかないという状態で、もう田中さんもブロッコリーを吹き出してしまって、ごめんなさい。そしてですね、この今はもうフォンデュもう。いつの間にかこんな姿になって。いや、前からだからしびれるね、口の中。普通に今龍角散飲みたい。じゃあちょっとこの薬膳フォンデュは失敗ということになりましたけども、いやでもなんか連携は取れてたね、スピードが。はい、早く次、はい、早く次。そうね、あんなに動き早いの初めてじゃない。いや参っちゃいましたね、ドタバタでね。臨場感はあったかな。君の名は以来泣いたね。本当にもう泣かねえと思ったけど、名作以来のもう、数年ぶりの涙は薬膳フォンデュでした。まさかのね、わかんねえ、人生かわかんねえ。今回の検証結果、セイロガンはやばい。セイロガンやばかったよ。東京挫折組です。おいしょ。